はいどうも、劇場チャンネルのゆうたです。さあ今回の企画なんですけども、今回は1週間番長生活ということで、はい、1週間番長を打っていくわけなんですけども、朝一のリセットを生かしたスルー狙いをメインにやっていこうかなと思います。でね、まあ俺のね、まあ、SNS、まあ、X やったりとかインスタとか見てくれとる人はもう分かっとると思う。番長クソ勝てるやん、マジでフラタスはマジでってぐらい勝っとる。番長に関してはマジで勝っとる。まあ他の騎士はね、ちょっとまあ残念なところもあるけど、番長は本当にクラタスで、まあそんな中でね、番長、リセット恩恵を、生かして立ち回っていこうかなといったところで、スルー狙いとはいえど、まあ実際内部的なポイントやあれ、打ち手に不利なことがあればね、まあ内部的にポイント溜まっていって、まあそれがマックスになったら、まあ自治会予告としてボーナス引いた時にね、自治会予告として AT も一緒についてくるっていう、スルーっていうよりはこれポイントやなっていうのはもう分かっとって、 X か、まあ、なんかどっか発信する場で俺多分言ったと思うんやけど、でまあ例えばまあ現状行ったら何ポイント、レギュラー引いてスルーしたら何ポイントみたいにこうポイントが加算されてって、マックスになったら自治会予告として出てきますよと AT が、どうなったらポイントがいくつ貯まるのかみたいなところ、まあこれはもう完全に俺の憶測でしかないけん、まあここでは話さんけど、まあ今回はね、まあ見とる視聴者さん、まあ番長俺あんま詳しくないっちゃけどみたいな人にも分かりやすく簡易的な狙い目とかも、公式 LINE の方にちょっと載せようかなと思っとるけん、まあこういった狙い目で打てば、まあ、マイナス打たんでいいよね、まあプラスしっかり狙えるよねっていう簡易的なね狙い目なんかも出していこうかなと、大体の期待値なんかも載せながら、実践やっていこうかなと思います。暑いんよ、とにかく最近暑いよね、ほんとね。じゃあなんで長袖かって話なんやけど、ホールの中クソ寒いんよ、まあ、そういうのもあって長袖なんやけど、とにかく外は暑い。でオープニングはこの程度にして、はい、ということで1週間番長リセット生活やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速1台目消化してきて、ミスル、ざっくり見るところはまず天井に行っとるかどうか、スルーした時、そしてレギュラーを引いとるかどうか、まあこれが結構重要。まあ純粋にスルーしとけばいいってもんじゃない。例えばオスモードで番長ボーナス、番長ボーナス、番長ボーナス、番長ボーナスで3スルー4スルーしとるよりも、天井行ってスルー、レギュラー引いてスルーみたいな方がポイント貯まりやすくて、まあ結果として期待値高くなるよっていう話ね。で、まあ今回は、レギュラーする4000円ぐらいかな、期待値的には。まあオスモードから打てるのか、それともオスモード抜けから打つのかでも、まあ若干期待値変わってきますよと。まあその辺を注意しながらね、打てるか打てんか見ていったらいいんじゃないかなと思います。まあまだまだ始まったばかりですよといったところで、2台目探して打っていきたいなと思います。行くぞー。
ということで、2台目打ってきまして、他の台はもう AT 当たっとったりとか、やめてくれそうな感じはないので、まあ今日はこれで終わりかな。で、2台目なんやけど、まあ期待値的には多分2000円くらいしかないと思うけどね、オスモードの、まあ80ゲームくらいでやめてったっすかね。レギュラーで出た枚数と元々持っとった枚数のクレジット分だけ回してやめていったんやけど、おじいちゃんが。まあ、オスモードありきで2000円ぐらいと思うけどね。まあそんな高くないけど。まあただ、一撃で、1600枚、1700枚ぐらい出てくれたけん。まあよかったなと。で、
一応ね、そのね、ライザップも狙って、まあ、その後続行したんやけど、一応サマイで1300万以上、1700万円未満は、俺はもう一回ボーナス当たるまで、一応ね、AT 終了して、まあ、1300万以上、1700万円未満で終わった時は、まあ、引き戻しスルーして、ボーナス当てれば、ライザップに直撃するっていう可能性があって、一応ね、その初当たり時のサマイ、有力感のサマイがプラス900万以上やったら、有力感がまあ終了して、ライザップに突入できない。サマイがプラス900枚を下回るまでは、まあ期待値が結構上がるけん、1300枚以上、1700枚未満の間で終わった場合は、ボーナス1回当てるまでは一応打つようにはしとる。まあ、そこのライザップの直撃だけを狙って打つっていう打ち方もあるんやけど、またそのデータキーの履歴から、まあ、完璧にそのこのライザップ突入って見抜くことできんし、あとそのライザップ突入時にその必ず有力感が終了してるかっていうのが判明しとらんで、設定変更後であることと、まあ当日ライザップに入ってない可能性が高いだい、やっぱ狙うようにした方がいいかなと。でまあ現状ね、朝一から俺が打っちゃったけ、まあライザップ入ったなんていうのもわかるし、まあサマイもわかりやすいしね、ライザップ狙いでまあもう一周したって感じだね。でまあうまいことライザップ刺さって、でまあ結果、今日が1200枚ぐらいのプラスかな、2台で、はい、まあ上出来でしょ。まあできればね、ライザップで愛の教育指導を引いて1日目からお祭りですっていうとこ見せたかったけど、まあまあまだまだね、チャンスはあるけんか、はい、まあ今日はこのくらいでといったところで、1日目は以上で終了になります。お疲れでした。はい、おはようございます。2日目の朝でございます。今ホールに向かってるわけなんですが、1日目なんとか1200万円ぐらいですかプラスにして終了と、今日2日目どうなるかといったところなんですが、まあやることでやるだけよ、本当にやることでやるだけ。天井狙い、まあハイエナって言われる部類のものはやることでやるだけ、台数こなしなんぼといったところで、2日目も変わらず番長しっかり打っていこうかなと。なんだかんだ番長入っとるけん、ていうか入れんとあいつはマジで出らんけんが、本当に下が辛すぎて上をちゃんと掴まんと出らんけん、まあそんな感じでね、まあ設定狙い、天井狙い、いやもうどっちでも勝てる番長、もっと打ってほしいなみんなに、はい、まあそんな感じで、まあ、話は長くなりましたが、2日目も頑張って第一稼いでいきましょうということで、安全運転で向かいたいと思います。はい、2日目1台目早速打っていこうかなと思います。ニスルーの即やめ台っすね。番長ボーナス、番長ボーナス、 AT 飛検でやめとるっていう台ね。まあオスモードから打てるけん2500-600円ぐらいは期待値あると思います。まあ1日目はねそれなりの結果だったんで、2日目もしっかり1000枚2000枚プラスにして、ポンと1000枚以上は勝ちたかね、できればね、はい、といった感じで、2日目も頑張っていきたいと思います。
はい、1代目サクッと終わらしてプラスになりましたと。まあ2代目打とうかなと今待ち状況っすね。まあ多分ホール地域によってはいやもう通路っすよこっちみたいなところもあると思う。でもね、なんだかんだね、実際ね結構設定入っとるし、まあ下が辛い剣がやっぱどうしてもしんどいみたいなイメージあるけど、言うて5、6はやっぱちゃんと出るけんね。まあもちろん負けることもあるよ当然。5、6角出て、6角出てマイナス2000枚、3000枚、ゴミ台みたいに買い取るやつおるけど、まあそういうやつなんて言うてね多分数台しか打っとらんってさ。まあ仮にこれがね6角台10回打ってマイナスですって言うんやったらまだわかるけど、そんなに6角出ました、やった、打ちました、マイナス3000枚でした、ゴミ台って、まあそれはちょっとおかしな話をねっていう。でまあバルブレイブとかカラクリ俺も散々ね確定台打ってきとるけど、ぶっちゃけ全然勝っとらん全然勝っとらん。まあ番長に関してはやっぱね5、6打てばついてくる部類とは思う。まあ低設定はちょっと辛すぎるけど、まあ実際に前代系とか見とってもまあ15台中13台はプラスで、まあ2台ぐらい2、3台ぐらい負けて、で1台はもうめちゃくちゃ4000枚とか5000枚とかへこむようなやつもあるけど、まあトータルで見たら1台当たりの差枚3500枚とか、まあ高設定はやっぱちゃんと出るよ。まあ外めちゃくちゃ暑いんで、ちょっとホールに入って打てる台を待ちたいと思います。ホール内に戻ります。あっちがあってしっかり負けました。投資がね1700枚ぐらいいったとかな。でも回収が400枚ぐらいでしっかりやられました。これで2日目までのトータルがプラス250枚ぐらいかな。まあ言うてまだ2日目、まあ天井狙いってね、まあどっかで一撃出せばいいわけやけん、まあむしろそれ待ちやけんね。まあ期待値通りに5000円の台拾ったら5000円買って、1万円の台拾ったら1万円勝つわけじゃないけん、どっかで3000枚、5000枚、万枚っていう一撃を待ちながら台数こなしていくっていう。まあ特に最近の機種はやっぱ荒いけん、まあ仕方ないよ。こればっかりはね、まあ取れ高あるところを見せれればいいかなと。はい、ということで2日目はこれにて終了。3日目以降も頑張って番長打っていきたいと思います。ということで今日は終わります。明日。おはようございます。さあ、番長1週間。3日目。今日も張り切って、番長打っていこうかなと。なんとかギリプラスということで、まあ、どっかしらでね、一撃でかいの、とか、と見せたいところなんですが、まあ、今日ね、ちょっと駐車場見る感じ、車少ないんよね。まあ、中日っていうこともあって、お客さんちょっと少なめかな。で、今このオープニング撮る前に、ちょっとホールの中見てきたとけど、ほとんど動いた。まあ、何人か打ちよったけど、まだ動いとらんけ、まあ、もうしばらく待つことになるかなといったところで、もうしばらく待ってね、打てる台があったら打っていこうかなと思います。はい、それでは3日目スタートでございます。はい、1時間経過しました。いやー、番長いい台なんやけどね、稼働ないのきついな。やっぱね、どこも稼働だいぶ落ち着いてきたよね。落ち着いてきたっていうか、まあ多分場所によっちゃ、あ、うち通路なっとるよみたいな多分ところもあるかな。まあもうちょい待って打てそうなら打つけど、もちろん打てなさそうやったらもう今日は帰宅。いや、草暑いよマジで。本当にもうね、外で撮影するの嫌で、極力車の中で撮りてって思うぐらい暑いよね。あー、来て、まあもうしばらく待って出る台があったら行こうかなと思います。
ということで3日目、今1台できて終了です。はい、もう無理です。まあ天井まで行ったけどなんとか AT させてって感じだね。で、まあ投資も900枚かそこらが行ったけど思った以上に出てくれたけよかった。プラス500枚ちょっと。まあさすがにこのままねずっと待っとくのも地球いくらやっていう話にもなってくるし、まあ本来ならね、そう普段の立ち回りならね別の台も売ったりとかするんやけど、まあ今回に限ってはまあ番長のリセットっていう括りで縛りでやっとるゲンが、まあ今日はこれで終わろうかなと思います。ということで3日目終了でございます。あざっさ4日目になりました。まあ3日目までの収支がどんくらい、はい、700枚ぐらいかな、700枚800枚ぐらいかな、はい、ということで、まああまりパッとしない、入れたり出したり入れたり出したりみたいな感じで、まあギリプラスかなっていう感じやけども、一撃5000枚万枚見たいやろ、みんな見たいやろ、待っとけ待っとけ、どっかで出したいなと思います。はい、2台ないし3台ぐらいは今日も打っていきたいなと思います。ただ長袖とかで外でね撮影しとったらもうマジで汗やばか、はい、ということで早速もうすぐホールに入りたいっす。行ってきます。Thank you.
いということで、まずはポコンと2台消化してきました。まあ期待値的にはねだいぶ安めやったけど、まあ他に、うろうろしおる専業、まあエナセンみたいな人もおるし、まあ消化される前に、まあ、先に売っとくかということでね、他の機種がね売ってるんやったらもう全然別に警察さんでもよかっただけど、まあ俺に限ってはこれ番長の企画でしおるけん、番長しか売てんけん、まああと1台ぐらいはちょっと高めの期待値狙って売っていきたいなと。稼働そんな高くないけど半分ぐらいかな、まあ半分ぐらいは動きおるけん、まあまだ AT 当たってない台もあるし、まあ育つかなといったところで、まあもうちょっと待って、いい台があれば売っていこうかなと思います。はい、頑張ります。ということで、4日目終了でございます。3台目めちゃくちゃ期待値あるやつ拾えた。前々回が天井で、前回がレギュラーでスルーしとる台、多分8000円9000円ある期待値、うまーって思って飛び込んだけど、まあ結果終始、3台打ってちょいプラ。いやしっかり買っておるとよ、やっぱ俺ら YouTuber としては見せたいんよ、番長のお祭りわっしょいを見せたいんよ。出そうと思って出せるわけじゃないけん、出そうと思って出せるんやったら苦労せんわって話で、まあいろんなね YouTuber おるけど結構みんな没動画作っとる。おうなんちゃらステーションとかさ、成り上がりとか言って動画見とったらさ、めっちゃ引き強いやんこいつみたいなさ絵面ばっかたい、大概ボツにしとるけん、大概ボツにしてそういうのばっかり出しとるけん、それは引き強く見えるよ、面白く見えるよ動画も。でも俺らはねやっぱそういう人たちと、まあ、土俵が違うけん、まあ結構悲惨な動画であろうが、撮れ高なかろうがあろうが、そのまんまのまあリアルっていう部分をねみんなに伝えていきたいなといったところで、大した絵面じゃなくても動画出しますよと。バッテはすると思うけど撮れ高あるんかねこれ。まあ言うて1万以上の期待値は取れたけん、まあ大丈夫、まだまだ日にちあるけん、5、6、7、あと3日あるけん、あ頑張るわ。ということで今日はこれで終わります。ありがとうございます。5日目寝坊しました。
すいません。改めておはようございます。はい、寝坊しました。すいません、寝坊しました。まあ、平日やっけ。まあ、そんなに朝からフル稼働でゴリゴリは回らんけん。ちょうどいいっちゃね。一応起きてからすぐホールのデータ見て、どんくらい回っとるかなっていうの見たけど、こんな回っとらんやったし。まあ、1台や2台は打てるやろ。って言ったところで、まあ、ちょっともうお昼過ぎてしまったけど、まあ、打てる台探して打っていきたいなと思います。終了っすね、今日は。思った以上に稼働あって。失敗した、今日。あと1時間早く来とけばもう1、2台打てたかもしれんね。一応、天井する即やめした台、打ってきました。まあ、期待値言うたら4000円ぐらいあっとかな。まあ、1台なんとか消化して、400枚ぐらいのプラス。で、5日間で現状、1200枚、1300枚ぐらいのプラスかな。しょぼ。あんだけよ、オープニングでよ、番長、めちゃくちゃ勝っとるけん、倉立つけんって言ったやつが、この手たらく。うまいこといかんっすね、YouTube は。ということで、5日目終了でございます。あと、6日7日と2日間。打てても5、6台とかやろうけん、せいぜい。打ててもね、プラス収支では、おそらく終われるとは思うけど、まあ言うてね、言うて期待値で言うたら、そんな別に7000円も8000円もっていう期待値取り寄るわけじゃないし、まあ言うて番長もね、そんな爆裂きではないけん。まあ正直こんなもんじゃこんなもんやけどね。ただちょっとオープニングで俺が、おー番長蔵立つぜ、めっちゃ勝つぜ、俺勝っとるぜって言った割にはやなっていう。はい。6日目かな。はい、頑張って番長打っていきたいと思います。今日はこれで終了です。明日。はい、おはようございます。さあ、番長1週間企画、6日目ですね。もう残すところ、今日と明日、2日間になりました。現状収支がプラスの1260枚ぐらいかな。あんだけ番長得意やぞ。番長やったら蔵立てるぞって普段から言い寄るやつが、6日目時点、まあ5日間終わった時点で1260枚しか買っとらん。
いやー、なんやろうね。なんかね、まあこれ YouTube あるあるなんやけど、撮影ってなったらね、いい絵撮れんのよね。なんやろうね。なんかプライベートで稼働しよるときなんて、ほんと簡単に出るんやけど、撮影ってなったらね、まあやっぱなんやろうね、なかなかね、こういい撮れ高が撮れんというか、引きとかを調整できるわけじゃないけん、まあ仕方ないだけど、それはね、撮影し続ければね、いつかとんでもない引きを発揮するような動画とかも撮れるとやろうけど、まあ買っておるけど、まあ大したことないなっていう感じにはなっとるね、今のとこね。はい、まあそんな感じで6日目、まあ今日明日と、まあでもね、どっかで一発5000枚まんまい出せばいいだけやっけね。はい、今日も頑張っていきたいなと思います。ということで早速ね、ホールの中見ていきたいと思います。はい、ということで早速1台目打ち終わって130枚ぐらいだったかな。キリプラスセーブ。いやもうね、ここでの負けは許されんよ。しっかり7日目につなげてドカーンと勝って、番長うめえってちょっとみんなに言ってもらうんだけどね。ということで1台目は、2スルーやったかな。前々回がビッグで、前回がレギュラーの、オスモード抜け。いやでも期待値ね、多分ね5000ぐらいあるけん、まあまあいい台拾いだかなと。でギリプラス早速2台目打っていきたいなと思うんやけど、2台目が
前回が天井で、ゲーム数がね300いかんぐらいだったかな、280だか90だかぐらいある、まあ、これもね多分ね5000円近くある、4600円ぐらいかな、する狙い、 AT 狙いで打っていこうかなと思います。といったところで2台目行ってまいります。ということで、実戦終了でございます。2台ですね、2台打ちました。で、どっちもねそこそこ期待値ある台、まあ5000円前後の台打てて、パリプラスでございます。いや、さすがユータやな。いや、さすが引き強いやなっていうほどのものではなかったね。まあまあ、でも今日はね2台ともまあ5000円ぐらいの期待値上出来かな。はい。明日ね最終日、残すところチャンスあと1回、どっかでやっぱりライズアップ取って、愛の教育指導逆回転させて超番長みたいな流れを見せたかったけど、果たしてどうでしょうか。で、出玉実際どんくらいあって、まあその期待値に対してサマエは実際どうやったかとか、まあその辺も話していこうかなって思うけど、ラスト7日目1日頑張って高い期待値取って出玉にもつなげたいなと思います。ということで6日目終了でございます。お疲れでした。おはようございます。7日目でございます。番長1週間今日でラストです。現状6日目までのトータル収支が2000枚超えと言い寄った割には大して勝っとらんなぐらいの収支やけど、まずしっかりプラスやけんね、言うてね。まあ、目標は5000枚ぐらいは行きたいなといったところで、あと3000枚弱欲しいんですが、まあ打てて3台とか、まあ気持ちちょっと早めにね、いつもより早めにホールに飽きたけど、
まあ、様子見ながら打てる台探して打っていこうかなといったところです。まあ今日もやれることやるだけといったところで、今まで通り番長打っていきたいと思います。ラストもね、まあ、こっからマイナスになる可能性も全然あるわけやけん、言うて2000枚ぐらいやったら、まあ、そこだけは避けた。しっかり今日もプラスで終えて結果残してこの企画終えれたらなと思います。ということで、最終日頑張っていきます。
はい、帰宅しました。さあ、1週間バンジョー生活本日で終了ということで、1週間打ってきましたが、まあ、とりあえず今日の趣旨、まあね、最後ちょっと無理してね、まあ安い期待値1,500円ぐらいの期待値の台打ったんやけど、いや本当はもうちょいマシなのにしたかったよ。お相撲道おじさんがおったせいか、もうお相撲道だけ消化されて見切られた台っていうのがあちこちにあって、ちょっとあれは参ったね。でまあね、そういうお相撲道おじさんがおったせいか、なかなか拾えず最後の最後にね1台打って本日は終了といったところで、7日目の収支がプラスの1321枚、はい、ということで7日目もしっかりプラスで終了しました。でまあ1週間打ってきて、間でもこうちょっと話したかもしれんけど、まあ番長はね、もう多分この動画が出とる頃には稼働もだいぶ落ちて、まあホールによってはだいぶ通路なんだけどっていうところもあるかもしれんけど、まあそもそも今の機種ってまあ人気が出るのってやっぱ依存性が高いやつは人気出るんや、なんか中毒性があるやつで、番長中毒性あるかって言えばまあないよね。中毒性はないんよ正直。またあの音聞けとか、あの瞬間がたまんねえとか、脳汁ポイントみたいなやつに関してはまあ低い方やけ、まあ番長っていうコンテンツ自体はまあ好きな人多いやろうし面白いと思うんやけど、やっぱその辺が最近の流行りというか、そのあたりに乗り切れんやったとかなっていうのはあるよね。ということで1週間、稼働しまして、1週間のトータルの収支ですね。トータルの収支はこちらになります。ドン、はい、プラスの3429枚といったところで、まあ、しっかり買ったね。で、1週間のトータルで取れた期待値46,400円、まあこれ結構辛めにつけとるけん、まあ実際はもうちょいあると思う。期待値を上回る、まあ収支、実収支が出たということで、まあしっかりね、立ち回れてたんじゃないかなと思います。1週間でたった3400枚かもしれんけど、あのね、みんな感覚バグりすぎ。やっぱ、高純蔵の機種に打ち慣れて、やれ一撃5000枚だ、万枚だ、コンプリートだっていう時代やん。そういう時代に、1週間かけて、たった3400枚のプラスって思っとるかもしれんけど、冷静に考えてみ、冷静に。だからが期待値3000円、4000円の機種をコツ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 1日2台とか3台ずつ打って1週間やけんね。まあただ、冒頭で結構調子乗ってね。番長はマジで勝てる。倉田ツアーみたいなこと言ったけど。まあそこまでの結果は達成やったね。なんやろうね、この YouTuber あるあるなんか知らんけど、まあ、撮影しよるときってね、なかなかこう自分が思い描いとる絵面は取れんのよね。まあそりゃそうよ。まあ自分でね、こう、好きなんて調整できんのやけん。こればっかりは仕方ないといったところで。まあでもしっかり期待進んでプラスにはできたので、よかったかなと思います。で、今回のこの1週間企画の、データ、期待値なんかもね、一緒に載せてるので、まあそれ見たい方は公式 LINE の方、登録よろしくお願いします。で、まあ今回はまあ簡単な狙い目、まあ簡易的な狙い目も一応載せておきます。はい、まあこのくらいから打てば間違いなくプラスで打てるよと、うん、まあこれを基準に稼働してみてくださいっていう簡単な狙いも載せとくんで、でまあ今後もね、1週間企画いろいろこうやっていくと思うんですけども、こういう企画内容でやってほしいとか、まあそういうのがあったらね、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。ということで、今回のゆうたの番長1週間企画以上で終了となります。ありがとうございました。